ります。いち早く候補に入ってまいりましたのは SRS ジャパン塩田純一郎。前転間ですからね、もう一生懸命走ってくしかありません。 HRS ジャパンの塩田純一郎、今シーズンも引き続きの参戦ということになっていまして、 PC だけではなくいろんなところで勝利を飾ってるんですよ、なんていうふうにも紹介させていただきました。その塩田純一郎、はい、話が途中になっちゃいました。ごめんなさいね。塩田総一郎、SL 全国大会でも去年チャンピオンになって、すごいびっくりしましたね。びっくりっていうのもなんかこう、マックス仲間として嬉しかったっていうイメージが、まあそういう気持ちでした。塩田総一郎、まず1周目、45秒351でトップタイムをマーク。2番手には、三ツ坂 PWG レーシングの坂井隆太郎が45秒434というタイムで、2番手につけています。この、まあ、集団というか、まあ、それぞれいい感じで間隔が空いていますが、2台揃って走っているっていう選手追いついちゃったのかもしれないですが、ちょっとポジション取りとかもね、この年齢の時からもしっかりと考えているんでしょうね。塩田を先頭に、2番手坂井雄太郎も本当に2番手に戻ってまいりましたが、塩田のタイムが少しダウンをしてしまったというか、2周目のタイム、坂井隆太郎の方が上がってまいりました。三ツ坂 PWG レーシングの坂井隆太郎、タイムは45秒200をマークいたしまして、トップタイム、2番手には塩田、45秒321、3番手には坂野大元がつけています。坂野大元、タイムトライアルで3番手に上がってまいりました。この大きな集団の一番後ろ、輝くオレンジ色のマシンなんですが、この坂の体現が3番手タイム、タイムは45秒378、残りは1分になりました。タイムトライアル残り時間1分。さあ3周目出てまいりました。そして3周目のタイムを上げてまいりましたのは、坂の体現のタイムを上回ってきた遠藤新太です。トリプルAモータースポーツからの遠藤新太が3番手タイム、トップタイムは入れ替わりました。塩田総一郎が再び坂井雄太郎のを捉えてまいりまして、トップタイムに返り咲き、現在トップは塩田45秒128、45秒128でトップタイム。2番手坂井雄太郎、3番手遠藤新太、4番手坂野大元、5番手武藤雅奈という順番なんですが、練習に出てまいりました。トップタイムさらに更新をした塩田総一郎、トップをキープ。最後の1周に入ってまいりました。今チェッカーのフラッグが出されています。最後の5周目で順位変わってくるんでしょうか。トップタイムは今塩田総一郎45秒フラッグが現在トップタイムです。44秒台に入ってくる選手がいるかどうか分かりません。坂井隆太郎は現在ポジショニング的にも塩田からちょっと離れているような状況で、今18コーナーを下ってきます。最終コーナーからうまくまとめて5周目のタイム、どうでしょうか。チェッカードフラッグに向けて塩田隆一郎、タイムの伸びはありま